picked up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、私の40年来のお友達でラスベガス大全という日本語でラスベガスの説明をしているすごく有名なサイトがあるんですけども、そこのミスターベガスが今日の撮影者で、お願いしてます。カメラマンです。今日は萌花選手イーブン以内で回ったらラスベガス大全および、リンゴルフから100ドルずつ賞金およびゴールマッチで勝ったら、リンゴルフから100賞金出ますので、頑張ります。はい、7番ホール、パー5です。セカンドとグリーンのセカンドショットの後にあの大きな割れ目というか砂漠があります。ティーショットは普通に打って問題ないです。ナイスショー。狙った通りのところにフェードじゃない、ど真ん中、はい、お、これはやばいですね。これは砂漠に落ちた可能性ありますね、右の。多分右の砂漠ですね。昨日ちょっと僕ぐらい。竹内さんの7番ホールティーショットは右に大きく曲げてこのブッシュの中です。幸いにもスイングはできそうです。ドローをかけてこれグリーンは、いや今見えてないけど右奥がグリーンですけど、ブッシュがあるんで左のバンカーの左ぐらいが安全地帯です。フックかかれ、ちょっとダフってしまいました。あっと右に跳ねてやばい、再び同じブッシュです。バカくを表してきた。萌花プロ、ティーショットかなり飛んでてロングホールの2打目が残り250ぐらいで追い風なのでグリーンが空くのを待ってます。5番ウッドでいきます。ちょっと左下がりなんでなんか開かなくと右サイド狙いでいきます。そうですね、右の方がいいですね。左に何かあら、これはちょっとあ、これは大ピンチですね。ちょっとプロとして萌花プロとしてはミスショットでバンカーより右に行ってしまいました。210ヤード下り、萌花選手のミスショットを見たので手堅くいきます。手堅く160ヤード、3打目まだこのブッシュの中です。これどけていいんだよな、このルースインペディメント OK。 いいんだよな、うん、あ、これは萌花プロと同様右に行ってしまいましたけどバンカーに確実に入ったの見えてるのでロストはないです。竹内さんのロングホール4打目です。グリーンまでは120-130ぐらいでしょうか。うん、ナイスですね。お、グリーン奥ちょうどこぼれたかこぼれないかぐらいです。戻ってこない。4打目を打ち終わりました。2オンを狙った萌花プロの球はですね、こっちがグリーンなんですけれども右に大きく曲げて今探してます。あった？いや、あのここから転がって入りました。あ、これですか。ハンプレ見つかっ、一瞬クラブ持ってきてもらっていいですか。 OK。 88ヤードです。萌花プロ、2打目2オンを狙ったのは良かったんですが曲げてこのブッシュの中に入れてアンプレアブルでここにドロップしました。残り88ヤード、グリーンは
見えてるけれども下を通すしかない状況です。下を通って抜けてきましたが届かなかったかな。あ、ギリギリまで行ってますね。はい、 OK です。グリーン手前3メートルぐらいのところまで行ってます。7番ホール萌香プロ2打目がブッシュでアンプレアブルの後4打目でここまで来てます。25ヤードぐらいですね。あ、ちょっと大きめで竹内さんと同じところまで行ってしまいました。左の竹内さんは4打目でここに来ました。ロングホール5打目です。何それ、ちょっとなんかパターでやって跳ねちゃいました。下りだからちょっと怖くて打てなかったんだよね。モイカプロ5打目です。ショートじゃない。惜しくも届かず7ですね。竹内さん7です。ナイス。前のホール7番ホールお互いトラブルでダブルボギー同士で、ここは8番ホール池越えです。36ヤード、池越え8番、8番ヤンで打つそうです。おお、狙い通り、おお、いい感じでドローがかかってます。これは大きいかもしれ、おお、寄ってますね。ちょっと大きいかもしれないけどいい感じのイメージ通りのショットでした。モイカプロ何番ですか。はい、軽めでいきます。7の軽めのショットだそうです。これもいいショットですけど萌香プロの持ち球のフェードではなくてまっすぐ行ってカラーから多分 2,3 メートルぐらいのところにちょっとショートですね。で萌香プロ向こうがティーイングエリアで池越えのパー3、ここまでボール持ってきてます。2段グリーンで旗が奥ですね。25ヤードぐらいある寄せになります。これは難しそうです。8番ホール2打目です。2メートルぐらいオーバーです。竹内さんのティーショットはパー3のティーショットここまで来てます。ラトレンドを敷いてスライスと残り13メートルぐらいでしょうか。あ、やめて、止まって、まっすぐでしたね。あ、最後ちょっと右行ったけどほぼまっすぐでちょっとチョイスが8番ホール2人とも2メートルぐらいのパーパットを残してます。うわー、惜しい。うわー、惜しい。これも OK で2人ともボギーです。9番ホール404ヤードパー4です。9番ホールここはフェアウェイが左と右に分かれてます。あ、ね、かなり上げてる。左のフェアウェイから行くか右のフェアウェイの左のフェアウェイまで200ヤード萌香プロはマスですか。あそこのさ、あの赤くいあるじゃん、真ん中の赤くいが183ヤードお
素晴らしい。フェードじゃなく珍しくドロー系じゃない。素晴らしい、強一だね。おお、ギリギリだよ。でもおい、ナイスショット、ナイスショット。いやー、これは竹内さん右狙いのがいいんじゃない。左行っちゃう。だって183ヤードって言った。いや、向かい風でさ、今の萌香プロのでもギリギリ超えたぐらいだよ。そう、でもちょっとね、力を入れたい。うん、よかった、変な当たりだった。いや、これはかなりトップ、ハーフトップ気味だけど、ランが出るんでフェアウェイど真ん中200ヤードぐらいは飛んでます。あと200ヤード以上あるね。竹内さんの9番ホールティーショットはややハーフトップ気味でランが出て200ぐらい飛んでます。パー4。もう右からドロー、ドローかからないとバンカーの奥行っちゃったかな。モエカプロのティーショット、川をギリギリ、ここの川をギリギリ越えたところです。残り180ちょいぐらいかな。で、5番ユーティリティ。はい、5番ユーティリティです。いい当たりだけどやや右、グリーン右ですね。はい、モエカプロ、2打目がここまで来ました。15ヤードぐらいでしょうか。ピンまで15ヤードぐらいです。おー、ナイスアプローチ。おー、オッケーですね。オッケーパーです。オッケー、字が一般だよね、これね。ルースインペディメント、どかしているルールになっているので、ルールを多用してます。竹内さんの2打目がここで、3打目。もう一回 OK で。はい。ピックアップ。3打目、約20ヤード近いバンカーショットです。最近覚えた、アウトサイドイン。バンカーはアウトサイドイン。まあまあ、おー、ナイス。止まれば、あ、止まんない。止まらないんで、7、8メートルオーバーっていうところでしょうか。竹内さんはバンカーから3打目ここに寄せて、5メートルぐらいでしょうか。5、6メートルのパーパット。モエカプロは先に OK が出る見事な寄せでパーで上がってます。あら、やばい。1メートルオーバーでボギーパット。1メートルほどのボギーパットです。はい、ナイスボギーです。ボギー。前半終わって、もうこれ日陰。ハーフコヨーテコース終わって。モエカプロが40、竹内さんが42、マッチプレーは7ホールハンディをもらって、ハンディホールもらって3アップだそうです。次はエルドラドコースです。